毎朝6時チャンネルむっちゃ今日使える日本の歴史毎朝皆さんとお会いできることを楽しみにしております。よろしく。こんにちは。第73世竹野内の助ね竹内睦弘です。うちあの一世が3人いるんで一世だけ3人いるぐらいですから、まあ何代っていうんじゃないんで、そのことについては今度本に書きますね。今日は10月18日、足利義昭が将軍になった日です。織田信長がバックアップしました。1368年です。まあそれをバックアップしたっていうのは一番力があったのは織田信長でも、実質上の側近は細川藤孝、後の細川有才ですね。古今伝授を持ってた、唯一持ってたんで、城をあの大戦で襲われた時、戦いで襲われた時、天皇の勅命で細川藤孝を殺すなって相手方に言って、細川藤孝にも切腹はするなって言って、なんと完全に仲介したんです。天皇が仲介したって稀な例です。学問によって仲介されるという稀な例ですね。まあもう一人は足利が義昭の側近である明智光秀です。彼は、足利将軍の親衛隊の事実上隊長です。鉄砲の名手だったんです。あんまり知られてませんが、優秀な人物でした。しかも領民たちからも慕われてたんですよ。主君殺しって要するにそういうイメージで言われてますが、ですがそうじゃなくって、すごくいい領主様だっていうふうに思われてます。明智光秀、本名は時光秀っていうんですよ。時氏ですね、美濃の。奥さんが自分の髪の毛を切って質に出してお金を夫に渡したっていう時、夫の光秀は妻のために頑張って綺麗な刺す紙串をあげる予定で持って行ったんですよ。そしたら奥さんは髪をもう切ってたっていう、そんな、西洋でも同じような話ありますが、こういうのはあの偶然東洋でも西洋でも同時期にあるんでしょうね。奥さんは旦那のために髪を切って髪を打った、旦那は奥さんのために頑張ったお金を持って、奥さんに髪を飾るものを送ったっていう話ある。とても心優しい武将だったと私は思っております。光秀の話はまた別の機会に語りましょう。今日は本田平八郎忠和が死んだ日です。本田平八郎、徳川四天王です。まあ鹿の角をつけた甲冑でブワーッと槍を持って戦う男です。四天王最強と言われてますが、自分の実の娘が、こちらが嫁いだのが真田幸村のお兄さんの方だったんです。で真田幸村と真田正幸っていうお父さんですね、実の父親ですが、実の父実の弟はもう死罪って決まってたんです。その除名嘆願に行くときに本田忠和がついてきてくれたんです。でその時に本田忠和の前で徳川家康が、死刑はもう決定だ、絶対決定だって言ったんです。それに対して
おかしいでしょうと。この真田家の長男はちゃんとうちの東軍についてくれてたんですよって、それをその除名嘆願を逃すのは何なんですかと。真田信幸殿は徳川家のために仕えたのに。ああそうですか、大御所も。ああそうですか、ほう。命を懸けて戦った男の除名嘆願を、それを認めないということは、この本多忠勝認めません。我が娘は大御所様、徳永さん様の養女として真田家に嫁いでるんです。その人間の頼みを聞けないということですか。結構です。この本多平八郎忠勝、今より真田信幸様の沼田城にこもり、家康様、あなたと戦います。娘のためにこの本多平八郎は戦います。本気出しますよ、本気出しますよ、この槍大御所に抜けるのは致し方ないことになってしまいました。やむを得ません。除名嘆願許してくれないなら、この辺で本多平八郎戦います、これまでは、って言って信幸さんに言って立ち上がろうとしたら、ちょっと待て待てって、忠勝待てって、分かったって、許すって、死一刀は許せって、死一刀は許すって、どっかに流してくれって言って、どっかに流せってんで、高野山の九度山に流したんですが、とりあえず本多忠勝は自分の宿に向かって、私立ち向かいますって言い切ったんですよ。そんな男がいたんですよね。そんな日でした。またこの日は和宮降下が勅許を受けた日です。後部合体、公家と武家が一緒になる、江戸後期です。1860年です。孝明天皇の妹、孝明天皇というのは明治天皇の鬼、あのお父さんですね。その妹の和宮が、将軍の14代将軍の家光と結婚する日です。結婚するってことです。まあこの二人は仲が、悪くはなかったようですよ。なんかぬかるんだところに将軍が降りようとした時に、和宮が自分の打ち掛けをパッと下ろして、滑られては困りますのでっていうぐらい仲が良かったんです。そういった感じだったそうです。でまあそんな10月18日でした。こうやってこの歴史の何日ってやっていくと、これ教えてる方としてはすごい困るんですよ。でもエピソードシリーズになるんで、こういう感じになってしまうんですよ。でもそういうエピソードの方が歴史の面白さとか深みを感じるんじゃないでしょうか。それではまた皆さん。